では今日は鈴鹿先生とともに森山大臣を訪問しています。はい、はい、と言いますのもギガスクール構想が始まって今ちょうど端末の更新を迎えるにあたってそのコストどうするのかってことが一番の課題だったわけですね。でそこに来てとっても画期的な政策が打ち出されました。と森山先生は超党派の教育 ICT 議連でもう本当に長くこの問題に関わってこられました。もう幹事長でいらっしゃいますよね。でこの前に超党派の教育 ICT 議連の歴史をちょっと見ていたら初めての会合2013年の11月だったんです。10年感慨深いなと思うんですけれども、ね、うん、改めて本当に強い思いを持たれてこの分野に取り込まれてきたと思うんですけども、今回の政策の概要について教えてください。はい、8月の末にね議連を開いて、あの時は私も出席してましたけど、その鈴木先生のねご手配で200超えましたよね。はい、超えました。あの時ね、市長さん、等とそれから教育委員会の教育長さん、いや、まあ、オンラインの人も含めてなんですけどね、その場で、そのまあ私たち自身もこのせっかくねギガスクールということで、令和元年6月だったと思いますけれども、学校教育情報化法をねみんなの力で議員立法を成立させて、それから令和元年の補正予算、令和2年度の当初予算、一次補正、二次補正、この4つの予算で5300億の予算を取ったから、去年のね春4月からその小学校の1年生から1人1台のタブレット支給にまでこぎつけて、あれだって私あの時よくここまでできたなって正直思ったんですよね。びっくりしましたよね。法律1本作ってこんなにお金が取れるなんて今までなかったなって本当にあの時びっくりしたんですよね。まあたまたまいろんな環境がねそういう環境だったから、コロナで令和2年の3月に学校がね休校にせざるを得なくなっただとか、そういうことで今までなかなかそのうんと言ってくれなかった方々がオンラインの授業に取り組まれるようになった、まあそんなこともあってやってきたわけなんですけど、今年の8月の議連でも言った通り、あれはああいう環境だったからうまくできたんであって、2回目同じように簡単にできると思わないでくださいよっていうのを、私一人があそこで後ろ向きの話をしたと思うんですけど、まあ、そのあの時点では私がこの文部科学省の大臣になるとは夢にも思ってなかったわけでして、まあたまたまその私がここへ大臣で入ってちょうどそういうタイミングで今回の11月20日に国会に提出したその補正予算ですね、これの中に今回のギガスクールというかこのタブレットその他をはじめとする更新、これをまあ盛り込むことができたっていうのは、まあ私自身本当に感無量でございますね。今回もよくここまでできたなと思います。まあもともとその先生一番よくご案内だと思いますが、令和6年度の当初予算でこの更新その他のを入れてたわけなんですけれども、それをまあ前倒しをする形で今回の令和5年度の補正予算にまあ盛り込むことができました。そしてやっぱり一番大きいのはその基本的に今までと同じように、はいはい、我々とそこから地方公共団体にもご協力をいただくわけなんですけど、それでまあ、ご家族にというんだろうかな、お子さん方に負担を、まあ、させることなくですね更新をできるというスキームを作ることができたというのは私にとっては大変ありがたい、自分でもよくここまでできたなと思うことです。そして、もう一つ二つポイントを挙げると、まあ、今回、お金がついているのは3年分ということで基金を設けましょうと、各都道府県に基金を、まあ、設けてそこで弾力的にやってもらおうと。ただ3年分のお金なんだけれども5年間このスキームで行きましょうということまではもう決まってますから、またお金を追加はしないといけないけれども、これで5年間ちゃんと更新ができるような
制度ができたっていうのは大変大きいと思います。そしてまあもう一つは前回導入されたタブレット、まあこれも初めてだったからいろいろあったと思うんですけれども、今回単価をアップすることができましたから、これによってそのまあ日進月歩の世界分野ですから、まあそれでどの程度まあ良くなっていくかであり、そしてまた数年経ったらそれがもう陳腐化していくのかもしれませんですけど、今度は単価を上げたことによって今までよりはいい機能が使える、そういうふうになったのではないかなと、まあ、そんなふうに私は感じているところです。そうですね、単価1万円もアップしたというのはすごく驚きます、はい、何よりも基金っていうのがすごいですよね、うん、いやもうまさに画期的でですね本当に学校現場は喜んでおりまして、まあ、本当に森山先生が大臣になっていただいたのがもう転用のたまたまそのものでありまして、やっぱり5年の基金というのは本当に重要でですね、だけどこれ基金作るってものすごい大変なんですよ。もう財務当局が一番嫌なのがこの基金化なんですけど、まあそこは大臣のご尽力でやっていただいたんですけど、毎年来年どうなるかなどうなるかなって心配しなくていいんですよね。5年間はちゃんと腰を据えて整備ができるっていうのはすごくありがたいと思いますし、それからやっぱり単価ですね、やっぱり中学校3年生になるともっといろんなことやりたいということが指摘されてましたけども、そのか、まあ、ですから、まあ、今回 の、 現場の心配は、まあ、ほぼ完璧に払拭されたということだ。まさにね、関係者一同安堵と感謝の気持ちでもういっぱいというところなんですけども、ちょっと確認をさせていただきたいのが、はい、やっぱり心配されているのが再来年度以降に更新になる市区町村の方々もいろいろとこれからどうなっていくのかなっていうふうに考えていらっしゃったりですとか、あとは今故障の問題なんかもいろいろと指摘されてるんですよね、はい、そのあたりっていうのっていうのをどのように解決されているかについてもちょっと解説していただけると嬉しいなと思います。さっきちょっと申し上げましたけど、5年間この制度をやりますということまでは合意ができてますから、来年度の更新ではなくても再来年度の更新でもその次の年度の更新でもそこはご心配いただくことはないと思います。それからまあ故障その他については予備の割合をですね、今度 15% ということでまあそれも見込んで財政当局とも合意をしてやっておりますので、まあ 15% でもっと欲しいってお声があるのは分かるんですけど、とりあえず 15% できました。そしてこれまでどうしてその故障しているのかだとか、どうしてトラブルが起こっているのか、そういうことをまず今調べている途中でございますから、まあ来年度になりますけれども、そういうものが分析ができた暁にはですね、その次のステップとして、それは来年の夏からの予算要求かもしれないし、その次かもしれませんが、またそこで検討していけばいいんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。まさに予備の機材として 15% っていうのは私も素晴らしいことだなと思ったんですけど、もう一点よく出てくる懸念としてネットワークの整備のことがあるんですけど、はい、そのあたりの対策についても教えていただければと思います、はい、ネットワークもやはりまあ初めてだったからいろんなことが分からなくて、まあ、回線の、まあ、容量ですとか、それから、まあ、ルーターっていうのかな、その自分の学校の中に入ってきて、その中でのインターネットの環境だとか、まあ、いろいろありますんで、そういうところをまずは調べてもらう、調べてもらった上で何ができるのか、そしてそこをどのように支援をしていくのか、こういうことじゃないかと思います。それはまたこれから手当てをしていきたいと思います。ありがとうございます。それからギガスクール構想が始まった当初からよく言われている、これからより教育の質を上げていくためにデータの活用というのも大事ではないかと言われていますけども、大臣が考えられるで教育の分野におけるデータの活用についてのご意見も伺えればと思います。そうですね、石戸さんがおっしゃるデータではとはちょっとずれちゃうかもしれませんけど、私先日、ある学校に行って小学校5年生の授業を見たんですけれども、そこでチャット GPT 使ってるんですよね。それでチャット GPT でこういうふうに言ってるけど君たちどう思いますかって先生が生徒に聞いてる、ああいうのを見てですね、まあ、チャット GPT だけに限らずなんですけど、インターネットの情報を鵜呑みにしないでですね、自分の頭で考えるっていうことが、まあ、
小さいうちから身についていくといいなと、そんなふうに思いました。それからまあデータの活用ということでは、それは何のデータをどう使うのかっていうことにもよると思うんですけれども、まあできるだけ大きなデータということで、そのできるだけ広くですね、いろいろ比較もできるし、全体のことが分かる、そういうような大きなデータ、そしてその処理であり利用であり、そういうことにつなげることができればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今生成 AI の話が出たんですけれども、はい、今おかげさまで世界一位と言ってもいい環境に日本は躍り出たと思うんですね、うん、これまで一挙にね、そう一挙に後進国って言われてだから世界一の、環境が整備されるようになった、まあ、ところがそのタイミングで世の中は生成 AI など新しい技術が出てきて、またさらに社会が一歩進もうとしている時に、うん、教育のさらに次の未来をどのように描いていらっしゃるかについてもご意見を伺えればと思います。まあ、私自身こうやってね、石戸先生あるいは鈴木先生とこのデジタル化 ICT 化を取り組んできたわけなんですけど、ただやっぱりここで大事なことはリアルな世界というか、痛いだとか熱いだとかこういうことを含めてやはり自分で体験するっていうことが一番大事だと思います。それが基本にあった上でこの文明の利器をどう使っていくのか、こういうことなんじゃないかなって思うんですね。なんていうのかな、まあ、先生や私たちあんまり年が変わらないと同じ世代でいうとですね、カラーテレビも当然なかったし、私が生まれてやっと白黒テレビ放送が始まった時代ですよね。エアコンもパソコンも携帯も何もない時代、そういう時我々はなんか棒切れと石ころでも工夫して遊んでた。でも今ですね、何でも揃っちゃってるもんだから、何かないとできないっていうお子さんが増えてるような気がするんですね。私のところの子供や孫を見ててもちょっとそういう傾向がありまして、自分の頭で、あるものの中でどういうふうに工夫してやってこうか、そういう力っていうのをですね失ってほしくないと思いますし、まあ、体験型学習っていうのをね、まあ、今いろいろ言われていますけれども、そういうようなことを学校であるいは学校以外のところでですね、お子さんが身につけていただきたいと思います。そしてそれと同時にやっぱり他の国のねお子さんなんかと負けないためにも、この最新のインターネットでありそれを活用して、まあ、いろんなことを我々の時代では全く考えられなかった学びができるわけです。あるいは容易になる部分もあるわけです。例えば英語の発音なんかも典型ですよね。私たちの頃はこう発音記号を見てああかなこうかなって言ってたのが、やっぱり耳で聞くのとね全然違いますから。あるいはその画面で動画を見るということで、私がよく言ってるのは宇宙の天体の運行だとか、うんうん、立体の展開図、こういうのはやっぱり動画で見れば一発で分かりますからね。だからそこをうまくリアルな部分とこの IC テクノロジー最新の技術をうまく組み合わせていくこと、それが大事じゃないかなと思っています。ありがとうございます。まさに新しい技術を使いこなす力と合わせて人間にしかできない力っていうのをどういうふうに育んでいくか、はい、それを両輪で進めていく必要があるというお話かなと理解をしました、はいはい。最後にですね、まあ、先生方のご尽力のおかげでみんな安心して端末を使う環境が整備されたわけですけども、だからこそその環境をフルに活用してより豊かな学びの場を作っていかなくてはいけないと思うんですね、まあ、それに向けてぜひ全国の教育委員会の皆さん、それから学校現場の先生方、そして保護者の方、子どもたちにメッセージをいただければと思います。そうですね、まあ我々文部科学省としては、まあ、その鈴木先生、石戸先生はじめ多くの関係者の皆さんと協力しながら、この ICT をうまく活用してもらえる、そういう環境を整えるのが、まあ、私たちの仕事だろうと、まあ、そんなふうに思っています。若干繰り返しになりますけど、ただ ICT、これが万能では決してないと思います。今石戸先生さんがおっしゃった通りですから、やっぱり大事なことは自分で体験すること、そして自分の頭で考えることだと思うんですね。ネットで調べたらこうでした、
あそこがこう書いてるからこうですっていうだけじゃやっぱりダメだと思うんで、それを前提にして、じゃあ自分はどう考える、あるいはこれこうなってるけど本当なんだろうか、おかしいんじゃないか、あるいはこういうのを見てものすごく興味が出てきたから、関心が出てきた、これ僕勉強してみたいだとかね、そういうふうな形にうまく使ってもらえればありがたいなと、そんなふうに考えています。ありがとうございます。鈴川先生、最後にコメントいただければと思います。まあ、大臣はじめですね、文部科学省の皆さんの本当に大変なご尽力でですね、まあ、画期的な環境をご準備いただきましたあとはやっぱり学校現場の皆さんがですね、そしてまあ我々も最大限応援をしたいと思いますけど、まあ、この環境をどれだけもう本当に使いこなしていって、そして今今日大臣がおっしゃっていただいたようなですね、このまあ組み合わせっていうのが大事だと思うんで、一番ベストな組み合わせ、新しい学び方、教わり方というものをまあ日本からですね、ぜひいろんな現場 でまだまだ地域の格差がありますので、あるいは学校の格差がありますので、頑張っていきたいというふうに思います。本当にこれからは我々のにバトンをいただいたと思っておりますので、頑張っていきたいと思います。今度はありがとうございました。とんでもありません。ありがとうございました。もうまさに本当に大臣、文科省をはじめ関係者の皆様のこの力強いご尽力を花開かせるためにも、今度バトンタッチをされた民間側が頑張らなければならないなと思いますので、また力を合わせてみんなでより良い、子どもたちの未来の学びの環境を作っていければと思います。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうもありがとうございました。